影が咲き始めました。本日のコーデ、自販機になりました。9時8分光500号京都駅出発。信じられる。
16時30分早めにスタジアムへ。雨、雨、雨。まさかのコールド宮城の記録がなくなりました。衝撃の自動販売機。さあ京都に帰ろう。お弁当をゲット。8時20何分仙台駅在来線ホーム。周りのお客様のご迷惑となりませんよう。
電気をご利用ください。次は大間に停車いたします。昼食の日、紐を引いたら湯気が出ます。湯気が出ております。常磐線の福島県側は海沿いで、火力原子力の発電所銀座です。津波が襲ってきたらひとたまりもありません。日立号と離合、
のすぐ近くで私が生まれました。66年前のこと、炭鉱町でうずいるが走ってました。空気が悪かった記憶があります。温泉町なので私のうぐいは温泉かな。そろそろ東京ということでスカイツリー探し。13時50分、東京駅中でお弁当手配。517で規約。
ば。思っていた食感とは違ったけど、美味しくいただきました。お疲れ様でした。